小作家新田次郎先生のある町の高い煙突映画化への記者発表にてのをさせていただきます。来年の撮影に向けて、邁進していきたいと思っておりますので、皆さんのご支援ご声援をいただければと思っております。皆様ご案内のように、ある町の高い煙突は、郷土の先人であります関馬之丞さんをモデルといたしまして、若者たちの情熱と、それに応えた企業、いわゆる日立鉱山株式会社、さんの、いわゆるその本当に園内をめぐる壮絶な交渉、そして最終的には誠実な信頼関係によって、園外克服をしていくというそのモデルプロセスをですね描いた作品でございまして、私日立所属といたしましては本当に楽しみにしているところでございます。私はですね、天心桜花桜花最後の特攻という、茨城をモチーフにした映画を2つ作ってきました。で、1つ茨城三部作の1つの大きな区切りとして、このある町の高い煙突、完成を来年目指して、頑張っていきたいと思ってます。これほど の実話というのは世界にも例がないぐらいの奇跡的な、感動実話です。その映画、その実話を映画にして、一人でも多くの方に県内、そして全国、一人でも多くの方に見に来ていただける映画になるよう、僕も全力を傾けていきたいと思ってます。